チャチャは明日の用意はできたんでしょうか。バッグを大事そうに抱えて眠ってるわ。ちょっと心配ですね。私が確かめておきましょう。忘れ物してないかしら。いでよお花のパワー。気持ち悪い。チャチャ、いたずらが過ぎますよ。魔法学校入学は中止ね。ごめんなさい。お花の束を出してセラビー先生にプレゼントしたかっただけなの。明日から魔法学校へ行けるのが嬉しかったんです。ごめんなさい。まあいいでしょう。明日から学校で失敗しないでくださいね。わーい、わーい。チャチャ、本当に失敗しないかしら。その時はその時ですよ。忘れちゃいけませんね。これでよしっと。よし、もう一度念には念を入れて。シーネちゃ ん、もうそれで100回目よ。いい加減にしなさい。それより明日着ていく服どれがいい？シーネちゃん、ではお師匠様のために僕が魔法で、えいっ。よろしくお願いします。じゃあよろしくということで手などをつないでいきましょうか。チャチャさんの手って意外と毛深いんですね。そうかな。え、なんだよお前、いつ現れたんだ。いつだっていいだろ。だいたいチャチャの手を握るなんてずうずうしいんだよ。はいはい、喧嘩はやめましょうね。仲良く学校に行きましょう。ん、俺も行っていいか。行こう行こう、リーヤも行こう。そんなに簡単に入学できないんだぞ。お前に聞いてないもん。いいですね、リーヤくんが勉強するのは大賛成です。おバカさんだし。わーい、学校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 。お師匠様、あっちの服が良かったかしら。お師匠様って。何、どうしたのシーネちゃん。何も聞いてなかったんですね。ドロシーちゃん、ん、その服なかなかお似合いですよ。そうでしょう、この日のために特別に作ったんだから。私にはいつもと同じ服に見えるわ。みんな行くよ。入学するにはお師匠様やセラビー先生のような保護者が必要なんだぞ。俺のじいちゃんだ。シュイー、筋肉大魔人じゃなくて筋肉大狼男なのよね。わしがリーヤの保護者じゃ。リーヤ、学校へ行くなら行くでさっさと行かんと遅刻するぞ。よし、俺頑張るぞ。お先行きますよ、シャチャ。はい。あー、いいな、みんな本気なんだ。バカモン、何をもたもたしとる。さっさと行かんかい。頑張ってこい、リーヤ。おお、そうじゃ、わしも挨拶じゃ。ほっ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 。大魔王様、どうやらセラビーの弟子とチャチャが魔法学校に入るようでげすよ。ということはセラビーの目も届きにくいというわけだな。よし、そうです、あの小娘を始末するのだ。大魔王様、どうしてあんな小娘にこだわるんでげすか。お前は言われた通りにすればいいのだ。なかったでげす、すでに強力なスパイを送り込んでおいたでげす。よかろう。ここが私とドロシーちゃんの母校のうらら学園です。懐かしいわ。
愛と希望に燃えた頃の私が、ほら、そこここに見えてくるみたい。あすげえな、踊ってるよ。ドルシーったらセラビーと喧嘩して、その腹いさに校舎を5回も破壊したのよね。本当は6回です。小さなものも含めれば500回ですよね。お師匠様ってパワフル。単なる乱暴者よね。あんた、そういうセリフは自分の口で言ってみなさいよ。それでは園長先生のところへ行きましょう。はーい。はい、どうぞ。待って、私が開ける。じゃあやってみなさい。チャチャさん、ガンバドアよ、開け。こんにちは、お久しぶりです。あら、まあまあまあ、セラビーさんとドロシーさん、懐かしいこと、すっかり立派になっちゃって。ドロシーさんは少し小さくなったんじゃなくて？ドロシーちゃんはこっちですよ。あら、まあまあ、ドロシーさんずいぶん変わりましたね。どういう意味かしら。いろいろありまして、お化粧もちょっと濃くなったようね。そうね、そうね、苦労なさったのね。あら、この子たちね、うちの生徒になるのは。こんにちは、チャチャです。シーネちゃんです。リアだ。まあまあ、元気そうな子たちだこと。学園長のウララよ、よろしくね。わしだリアのじいちゃんじゃ。ふつつか者の孫じゃが、ご指導ご鞭撻のほどよろしゅうお願いいたしますじゃ。まあまあ、丁寧なご挨拶、なんて恐縮いたします。園長先生、私たちは何組ですか？そうね、とりあえず1年生からお勉強しましょう。バナナ組のラスカル先生のクラスにしましょうか。とっても優しい先生よ。呼んだか園長、私に何の用かな、言ってみたまえ。あ、ラスカル先生、新しくバナナ組に入るチャチャさん、シーネちゃん、リアさんです。ほう、私のクラスに入るとはいい度胸。あっ、よーし来い、私は優しい先生だ。なんだかすごい先生ですね。大丈夫かしら、あの子たち。優しい先生じゃ、あれなら安心じゃ。うちの組の新入りだ、可愛がってやれ。いじめたりしたやつは無知でビッグバンしやるぞ。チャチャとシーネちゃんは魔法使い、リーヤは狼男だそうだ。狼男は他にはいないが、魔法使いは魔法使い同士。黒ずきんのやっこちゃん、仲良くしてやれ。はい。あ、女の子の魔法使いだ、嬉しい。貴様ら、一人ずつ自己紹介を兼ねて何か芸をやれ。芸？面白くなかったら無知でビシバシだ。心してやれ。まず、リア。俺から？腹くくってやれ。よーし、強い子良い子のリアだ。月がなくても狼になれる。ほりゃ！やあ、かわいい！ラブリーワンワン。犬じゃない！狼だってば。ああ、先生ずるい、抱っこさせて。次、シーネちゃん。はい。ひでお花、いっぱいお花。えい！しまった！無知でビシバシーだ。シーネちゃん。ビューティフォー。次はチャチャ。はい。どうしよう。きっとラスカル先生は可愛いの、綺麗なのが好きなんだわ。どうしよう、どうしよう。そうだ、ウサギさんにしよう。入れよう。もしここでウサギが出ないで牛なんか出たら、うちでビシビシ。こういう時にはわざと違うものを言った方がいいんだわ。入れよう、牛。牛、牛だ、牛よ。あれ？ジャジャ！いいや、ありがとう。
よし、元気でいいぞ、花丸だ。チャンスだ、コックン。これでいい、コックン。いい先生じゃないか。怖そうだけど優しい先生なのね。知りません。何慌ててんのよ。輝かしい青春のときめき。セラビーったらみんなに注目されるの苦手だったんだ。弱み握っちゃった。とうとう告白してしまった。でもこれでいいんだわ。ヤッコちゃん、私の先生を知ってるの？私の先生、私の、長い間セラビー様を独り占めしていた弟子って、チャチャ、あなただったのね。この子がセラビー様に唯一可愛がられている弟子のチャチャ、ニッコギチャチャ。私だって愛するセラビー様のところに弟子入りしたかったのよ。そしていつか可愛い弟子から可愛い恋人になってゴールインするのよ。びっくりした。あなたたち私をバカにしてない。喜んでもらえると思ったのに。とにかくあんたみたいな子がセラビー様のそばにいるなんて許せないわ。何よ、赤ずきんなんかかぶっちゃって、全然魔女らしくないじゃない。だってこれセラビー先生の手作りだもん。手作り。新しいお友達いじめちゃいけないよ。お黙り。ラスカル先生、ラスカル先生、私先生、その顔さっきより怖い顔になってる。本当だ、怖い。なんだ、さっさと言わんか、ヤッコちゃん。はい、あの子と勝負させてください。え、なるほど、ヤッコちゃんとの戦い方を研究してから手を下してもいいな。よかろう、出てこいのは嫌いだ。どうせなら派手にやれ。あら、チャチャさん、ガンバ。電流が流れてる。ねえヤッコちゃん、やめようよ。ダメよ、弱虫ね。時間無制限、電流ビリビリ完全 KO、 泣いても許さないデスマッチ始め。ああ、もう逃げられないわよ、始まっちゃったんだから。わかった、遠慮しないわよ。ビビってした。何やってんだよ。いわよ、ギデオ自信。やるわね、仕方がないわ。極めつきを出すしかないよね。待って、今度は私からヤッコちゃんの出そうとしてるのを出すね。
やってみたら。地震、雷、火事、親父。呼ばれた。まずい。なんなの、あれが親父？ゲおじやか。おじや？おじや？おじや？しょうもない、勝負は終わりだ。行くぞ、チャチャ。初めから私がやればよかった。どけ、やっこちゃん。やっこちゃん。よそ見してる暇はないぞ、チャチャ。おじやは熱かったぞ、チャチャ。熱かったんだよ。とっても熱い、おじや。いつものラスカル先生じゃない。親父じゃないよ、おじいや。あなたはラスカル先生じゃありませんね。うるせえ、ママは引っ込んでろ。ひどい。いえ、ここでくじけちゃいけないんだわ。頑張るわ。園長。あら、あらあら、ママ。あらあらあら、ママ。園長先生何しに来たの？チャチャ、後がないぞ。後ろはビリビリですよ。もう逃げられんぞ、チャチャ。お外に逃げちゃうの。面白い、外で勝負か。必殺暴れん坊ムチ。リア、乗れ。お前と二人乗りは嫌だけど、そんなこと言ってる場合じゃない。よし。うわ、お前運転乱暴だぞ。文句言える立場か。逃がすものか。なんとかしなきゃ。チャチャ、チャチャさん、やるわよ、リア、シーナちゃん。はい。よし。私はどうして校庭にいるんだ。ママ、ラスカル先生、よかったわ、よかったわ。は？ごっくん。小娘にやられたな。いえ、狙いはよかったんでげすが、ラスカルが今一つ弱体でげ
消して。それは言い訳か。いや、その今一度チャンスを。もう次の手は打ってあるんでゲスよ。今度こそ絶対でゲス。期待していいのだな。ゲス。感じます。え、何かが闇の中でうごめいています。何かって何？それは分かりません。ドアよ、開け。ん、またやってますね。おかえりチャチャ、ドアは開きました。チャチャただいま。気持ち悪い。いい、チャチャ、これは開けじゃなくてクラゲではないでしょうか。こんにちは、私エリザベス。大変、リーヤが記憶喪失になってしまったの。溺れているところを助けてくれた人魚のマリンを恋人だと思い込んでしまって、チャチャたちのことなんかすっかり忘れてしまったの。大魔王の策略で大きな海坊主がチャチャを